移ります。はい、商品名が田中明子さんコラボボタン、はい、デザインカーディガン品橋6220、はい、C6220 です。はい、お色がですね、僕ちゃんが今手に持ってくれておりますネイビー、ネイビー、そしてブラック、ブラック、はい、そして着てくれているのがパープル、はい、パープル、私みーちゃんが着ておりますのがパウダーベージュ、うん、かわいいです。はい、4色展開になっておりまして、フリーサイズになっております。うん、お値段いきます。じゃじゃん、3390円、イエーイ。はい、でこちらが、9月15日木曜18時販売スタートで、9月16日金曜日朝11時59分まで送料無料でございます。ではおみちゃん、おすすめポイントをお願いします。はい、おすすめポイントをご紹介させていただきます。まあ、何よりね、この本当一気に映えるこのちょっとマット系のボタンになってます。はい、このゴールドボタンがすごい高見えするアイテムかなと、一気に大人っぽくなるアイテムかなと思います。でこれもね、すごいあの肌触りがすごくいいです。私結構チクチクがあのよく敏感肌なんですけど、すごいサラッとしてちょっとしっとりした肌触りになるので、結構まあチクチクとかは全然気にせず、まああのもしかしたら個人差はあるかもなんですけど、結構肌当たりがいいので、すごい柔らかくてめっちゃ着ていただきやすい一枚になっております。でこれもね、ぴったりしすぎずでも大きすぎない、ちょっと絶妙なゆるっとしたシルエットなので、結構パンツもスカートも結構何でも合わせていただきやすいかなと思います。なのですごいコーディネートが組んでいただきやすい丈感だったりシルエットになっていると思います。はい、であと今回は結構絶妙な丈感にしてて、まあ、もちろん低身長さんはあきこさんコラボなんで着ていただけるんですけど、高身長さんでも綺麗に着ていただける丈感になっているので、これはあの幅広い方が着ていただけるアイテムかなと思います。ありがとうございます。はい、以上です。はい、あ、カーディガン先行販売ありますかって、はないです。ジレのみ先に先行販売がございます。はい、あきこさんが商品ページでしてたカーテもジャージースカートも上下ベージュのコーデがしたい。あー、かわいい、かわいい、ぜひ。いいよ、ありがとう。パンツがね、ちょっとごめんなさい、ないんですけど、スカートバージョンだとこんな感じに。あー、かわいい、かわいい、あー、トーンいいですね。めっちゃかわいい、単純系女子っていう感じでトーンになってますね。あ、ボタン全部外したところ見てみたいって。あ、じゃあ私行ける、行きます。いいのよね、二の腕ゆったりしてますか。ゆったりしてます、こんな感じ。二の腕ゆったりしてるんですけどね、私でもあの私152センチなんですけど、着られてる感がないです。うんうんうん、二の腕はね結構がっちりしているタイプですが、だいぶ余裕があるので、あの安心して着ていただけるんじゃないかと思います。かわいい、かわいいよね。そこでもかわいいし、なんかこんなかわいい、なんか両方かわいくないですか。そう、ちょっと私中のインナーがすごい好きやってるんですけど。あ、そうか、ごめん、好きです。あ、全然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 、でもシアでもかわいいし、なんかロゴティーとかでも全然いけるし、うんうん、そう、ちょっとぴったりしすぎてないんで、うん、中のインナーとかも結構いろいろ合わせていただけるかなと思います。はい、あ、ボタンの種類好きなやつやって。ねえ、めっちゃ高見え。プチプラでこれ珍しい。うん、確かに確かに。のマットでめっちゃ高見えです。マット。うん。シャリシャリ系じゃないよねって。そうですね。めっちゃ柔らかいし、ちょっとしっとり。そう、ふわもちしっとり系のお素材になってます。はい、はい、です。ボトムが黒を着ることが多い人には何色がおすすめですかって。私結構パープルおすすめです、黒だったら。うん、何でも合うけどね。うん、まあ、でもどれも多分使いやすいと思います。ネイビーとかでもに黒とかでも一気に大人っぽくなるし、うんうん、もちろんあのみーちゃん着てる色もブラックも、そっか、今もぴちゃん黒やから、あ、そうそうそう、合うでしょ。ネイビーも合うし、ワントーンでもいいし、かわいい、もちろんみーちゃんのこの色でもかわいい、どれも合っちゃう、どれも合います。はい、でもぴちゃんはパープル推し。そうね、私はネイビー推しかな、うん、と思います。ネイビーもかわいい。うん、マクイは中にタートル合わせたらいけるかなって。そうですね、1枚だったらちょっと寒いと思います。うん、はい、なんでタートルでヒートテックとか着てもらったら全然いけるんじゃないかなと。でもあったね、ゴツめのアウター先に着てもらったらいけると思います。紫色は他に何色と合いますか、ぽっちゃりでも着れるかなって。ああ、でも何でも合うと、それこそベージュ系のパンツでも合うし、これも合うじゃない、この柄物も。うん、それ絶対かわいいよ。かわいい、これに黒も絶対可愛いしね。ね、私これ結構好き。私もこれ好き。ね。ちょっとベージュ系のパンツとかブラウンでも合うので、結構比較的なんでも合うんじゃないかなと思います。
あ、ネイビー見たいですいただいてるので、うん、じゃあちょっと私ネイビーに着替えてきます。お願いします。はい、ネイビーに着替えてきてもらいましょう。ネイビーは青っぽい感じですか？結構濃いめのネイビーかなと思います。明るいネイビーではなくて結構しっかりした濃いめのネイビーかな。黒と比較するとこんな感じにはなるんですけど、ちょっと濃いめのネイビーにはなると思います。正しくあの商品ページが一番正しいお色なのでそちらと合わせてみていただけたらと思います。イエベアキはネイビー似合いますか？え、いけると思いますよ。どう？ちょっと私全然顔くすんでないと思うね。え、いけると思います。私イエベアキですが、私は結構ネイビーも好きです。大人っぽい色、あ、お洗濯はできますかといただいているのですが少々お待ちください。お洗濯はお洗濯はこちら手洗い表記になっているのでちょっと手洗い表記のまま従っていただけたらと思います。はい、従っていただけたら分かりました、従いますそれあの反抗はせずに従っていただいたら、はい、従いました。長くは来ていただけるか、従いますねお願いしますもう一度お願いします。 OK です。こちらはお値段が税込み3390円でございます。はい、ちょっと待ってください。毛玉はできやすそうですか？まあそうですね、ちょっと毛羽立ってる感じ、画面でわかるかな、こんな感じでちょっと若干ねやっぱ毛羽立ってはいるので全くできないとは言い切れないかなと思います。まあもしちょっとできちゃったらそういうなんかハサミとか処理していただいたらと思うんですけど、まあ、網目自体は結構しっかりギュッと詰まってる方なのですぐはできたりしないと思うんですけど、多分多少はやっぱ素手とかではできちゃうかもなんで、そういうバッグの引っ掛けとかは気をつけていただいた方がいいかなとは思います。あ、みーちゃんね、まだパープル着てないんです。あとでこれ合わせてもらったりしようかなと思います。はい、おー、ディズニー、あ、紫カーネ買います。ディズニーのハロウィンに着ていきます。絶対かわいい、絶対かわいい、ね、ぜひ着てください。ぜひ着てください。ねえ、ほんまや、いっぱい写真撮って、絶対かわいい。あ、ボタン近くで見たいです。 OK です。ちょっとこういうマット系のボタンにはなります。こんな感じです。薄手ではない、分厚、まあ、どちらかというと薄手の分類にはなるのかな。めっちゃ分厚い素材ではないです。素材感的には、分厚さ的にはそんなにめちゃめちゃ分厚くはないので、分類で言うと多分薄手の方にはなるとは思うんですけど、まあ、中にこういう二の腕部分とかもちょっとあのゆったりしたお袖になっているので、あの冬とかでも中にヒートテックとかも全然着れますし、それこそタートルネックとかも仕込めるので、もうちょっと寒くなった時期でも着ていただけると思います。ありがとうございます。従ってくださいぜひお願いしますツボやったごめん、ね、確かに私もそう初めて言ったと思う。デニム、ネイビーでデニムで切れ目コーデしてほしいって言ったんですけど、みーちゃんがちょうどで、ね、デニムとネイビーあで合わせてくれてるんで少々お待ちください、はい、そう、ポケットにもボタンついてる。そうなんです、ポケットはね、スマホはね結構柔らかいポケットなんですよ。このここが結構銅素材になってて柔らかめなので、こんな感じかな。でもあまり重たいものは入れない方がいいかもです。あんまり入れちゃうと伸びちゃうかもなので、あ、かわいい、きれいめデニム、あるあるゴールドなの、ちょっとゴールド金具のバッグを持ってみましたが、めっちゃきれいめでかわいくないですか？かわいい、何骨盤ぐらいですかって。そうです、私の身長で155の私骨盤ほぼ、そうやね、骨盤か、そう、ほぼ、骨盤ここで、ここなんで骨盤ギリ隠れ、お尻はね隠れないです。多分低身長さんも隠れないと思います、まあ、その分スタイルアップして見えてくれるかなと思います。もみちゃん、アイボリー着てほしいって。オッケー、私が脱いで、そこ置いちゃったかもしれない。あ、あれか、オッケーオッケー、ありがとう。あ、ブルベの方がパープル着た画像ないな。ブルベって、あ、それこそあのほらがハラちゃんでるし、あ、そっかそっか、ハラちゃんがいいかもしれない。ハラちゃんブルベやね、確か、多分ね、ブルベ夏の方のコメントやと思うので、じゃあ
後で話をお願いします。そうやね、ね、ネイビー可愛いですよね。薄めのピンクのスカート、薄めのピンクのスカートかパンツにパープルカーデだとうるさくなりそうですか。薄めにピンクのスカートか、薄めピンクのスカートかパンツにパープル、え、何色のことやろう。薄めのピンクのスカート、薄めのピンクのパンツやったらあるんだけど、あのあきこさんのそれこそネイビーは合います。合うし、パープルやったら結構カラーコーデになるかもです。なんでネイビーやったらめっちゃ合うと思います。ちょっとあのちゃんと答えれてなかったらごめんなさい。あ、これ友達と色地デートしても絶対可愛い。可愛い、可愛いし、ライブでね、なんか黒のメンバーカラーのこと、パワフルのメンバーカラーのことが絶対可愛いと思うけどな。いいな、めちゃくちゃしたいそれ。ですです。あ、黒とネイビーすごく迷う。結構ね、ネイビーがね、ほら、こうやって並べると結構、あ、ちょっと光飛んでる、見にくい。結構色違うんですよ。なんで印象変わるから、カジュアルなコーデの方が多かったら黒、なんか最近カジュアル飽きてきたから綺麗めにもカジュアルにもどっちも合わせたいやったらネイビーかな、うん、やっぱり並べてみたらどっちもカジュアルにも綺麗めにもいけるんですけど、ネイビーの方が綺麗めはすると思うので、ちょっとなりたい自分をイメージしながら選んでみてください。何色が一番使い回ししやすいですか。推しはパープルだけど勇気ないです。一番使いやすいのはでも黒かネイビーかなという気がしてしまいます。やっぱりこれからの季節暗いカラーの方がチョイスしやすいかなと思うので、黒かネイビー推しです。定番だけど、みーちゃん今のコーデに紫着てほしいです。 OK です。ちょっと色で伝えてきます。みーちゃんそれだけもらってくれた。あ、これか。おい、ありがとう。これめっちゃ汚いちょっとじゃあ脱ぎますね。ちょっとなんか T シャツやけどすいません。あ、そのコーデにパープル持ってください。ちょうど同じコメントをいただきましたのでパープル貼ってみます。パープルにライトブルーデニムなんて絶対に可愛いよ。よいしょ。みーちゃん後ろ姿 OK です。パープル着たら振り返りますね。あ、可愛い。あ、可愛い。可愛い。こんな感じです。後ろ姿こんな感じ。可愛い。かわいい。ブラウンパンツ、ハラちゃんコラボやね。そう、かわいい。ハラちゃんコラボのブラウンパンツとも合います。で、結構ね、中ねこういうなんかニット系のやつ着てもそんなゴワゴワしないんで、結構分厚めのインナーとかでもいけるかもしれない。うん、確かにね、かわいいね。ベージュ黄緑ではないかなって。そうですね、ピンク寄りかなって言ったら、うん、そうね、どちらかというとピンク寄りかも。うん、結構パウダーベージュって言ったかな。うんうん、そう、パウダーベージュ。そうそうそう、色味がね結構可愛いんですけど、確かに黄色っていうかピンク系ですね。これと並べると結構分かりやすいかも。ジレがベージュっていうかエボリーだけど、うんうん、これが黄身やとしたらほら並べると結構ピンクになってしまう、うんうんうん、結構ピンク寄りですね。うん、話全部するんですが、あきこさんのピンクのパンツ今日私服で着てこられたって言ってましたけど、トップスは何着てますか。トップスはね、着てロゴ着てた。あ、これじゃないけど、うん、これのロゴ違いを着てきてました、うん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 、にエクリのシャツを羽織って着ておりました、うん、そんな感じです。ちょっとまだ秋服全然着れてないです生地がいつまで使えそうですか。初夏は暑いって。そうですね、初夏はちょっと暑いかも。春で中インナーで1枚とかやったらいけると思うんですけど、確かに初夏はちょっと見た目もちょっと熱く見えちゃうかもです。ふわもちやもんね、うん、素材が。そうそう、ちょっと若干毛羽立ってたりもするんで。そうそう、結構生地がしっかりしてるんですよ、うんうん、さっき私が黒着ててあんま透けなってなかったのが、あ、そう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 、あるかなと思うんですけど、だから夏はちょっと暑いかなと思います、うん、ゴールデンウィークも暑いかな。そうね、ちょっと暑いかもしれない。4月頭とかやったらまだ全然いけると思うんですけど、でも長く着れますよ。まだ9月、うん、9、10、11、12、1、2、3ぐらいまでは着れる、うん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 、1年の半分は着れるかな、うん、いけます。うん、濃いめのブラウンのスカートやパンツにパープル合いますか。そう、交換してみる。そうね、
でも可愛いと絶対買う。パープルとブラウンなんて一番おしゃれな組み合わせじゃない間違いない、うん、私でもこれ着たから黒を貼ってこい。あ、OK です。え、めっちゃかっこよくない？普通にこうやって肩掛けだけでもいいし。はい、私パープルとブラウンめっちゃ好きやねん。私も。え、どうどうどういけるよね。かわいい、いけるというのに。かわいい、おしゃれ。ね、めっちゃおしゃれ。でもこのままね、多分黒とか白とか選ばせてもらったらいいと思うんですけど。え、めっちゃおしゃれ。いけます、いけます。私は結構シンプルなコーデになりましたが、うん、こんな感じでカジュアルさん、うんね、いつもシンプルな方は、そうね、こんな感じで着てもらったらと思います。はい、スカートより在庫ありますかって。あ、スカートよりあるかな、あきこさんの。あ、こっち、あきこさんのかな、うん、でも、あるのはあるんだが、頑張ってもらった方がいいと思います。こんだけね、コメントたくさん、そうそうそう、私たちとも拾いきれてないコメントたくさんもらってるので、うん、早ければ早いほどいいかなと思います、うん、思います、うん。あとね、予約販売の時にいつも繰り返しになってて何回言うねんって感じかもしれないんですけど、予約販売と即納商品を一緒の買い物カゴで買ったら、うん、そうね、あのね、予約販売に合わせてになるんですよ、うん、具体的に言ったら、ね、ジレ何月予約やったっけ。ジレがちょっと見てもらっていい？ごめん。あ、 OK です、もちろんです。ちょっと重複になってしまってる方はごめんなさい。ジレは予約販売で今回、そうなんです。このカーでは即納って言って、あの発注もいただいたら営業日数日でお送りできる商品なんですけど、うん、10月上旬予約です。そう、ありがとう。なんで、ジレと、カーディガン一緒に買ったらカーディガンも10月上旬に届いちゃうんですよね、うん、そうそうそう、そうなんで合わせてってなるので、多分ね、うん、お買い物カゴ入れた時点でその注意書きは出てくると思うんですけど、うんうん、なので、両方、発売日から数日は、うんうん、送料無料なので、うん、5,000円ボーダー超えなくても、なので別々の買い物カゴで両方買われる方は買ってください、はい、の方が、あの、先にこっち楽しめると思うので、うん、そこだけちょっとご注意ください。すいません、何回も。そんな感じです。はい、あ、10月ありがとうございます。ともめさん、お答えありがとうございます。みーちゃんコラボにカーで合うかな。かわいい、コラボ、あ、みーちゃんコラボ絶対ありがとうございます。合うと思います。うん、うん、合う合う合う、うん、ありがとうございます、うん、パープルコーデたくさん見たいです。やって、あ、じゃあパープル着替えとか、パープルでなんか着てくる。そうね、お願いします。あ、そうなんです。別々でもね、送料はね、何日までだっけな、16日の金曜日ですね、明日までは、の午前中まではかからないので、別々のカゴで買っても損はしないです。はい、ありがとうございます。森本さんと高須さん、兄ちゃん今ね、黒なんですよ。ネイビーはね、待って、ちょっとザ・ネイビーっていう色なので、結構並んでみると違うけどね、画面通してみるとちょっと分かりづらいですよね。ネイビーの方が結構綺麗めな印象になるかなって思います。あ、ボタン、そうや、全部閉めれてなかったですね。私閉めます。推しメンバーカラーのパープルが欲しいって、あ、さっき言ってた。絶対可愛いよ。しかもそういうライブ用の服ってなっちゃうじゃないですか、パープルって買ったら。結局普段着ひんみたいなことになっちゃうけど、これはならへんと思う、うん、素材もめっちゃ可愛いし、あきこさんがすごくこだわって作ってくださってるので、ボタンまでね、結構おしゃれなので、ぜひライブも普段着も着てください。こんな感じです。首はね、全部締めたら結構詰まってるなっていう印象です。私は骨格ストレートなので、こういうの着るときは腕まくったりとか、腕まくりたくなかったらボタン2個ぐらい開けてちょっと襟抜きするとかっていう着方をするかなと思います。こんな感じです。あ、スカート合わせみたい。ちょうどもぴちゃんがしてくれてますので、楽しみにしててください。ね、あきこさんボーダーにカーで肩掛け絶対可愛いです。絶対可愛いけど、ね、着るってなるとここが若干もたつくと思います。あれが結構しっかりしてる、ここ。あ、確かに、ね、かわいい。スカートも合うね。かわいい、スカートも合います。秋も春もいけそうだね、うん、いけそう。多分どの素材でもそこまで喧嘩はしないと思うので、うん、うん、いけそうです。お二人、今日のジェットカーディガン買うとするならどのカラー買うっていただいてるので、おしゃべりコーナーまでちょっと悩んで、はい、お答えします。はい、はい、みーちゃん、そのままベージュ羽織ってください。はい、ちょっと
明治ハウスクリーム、はい、お願いします。可愛いねパープルやっぱり、うん、おすすめです。そうで丈もなんか短すぎないので、なんかそのハイウエストのものじゃないとってわけではないと思うので、結構スカート合わせとかも比較的していただきやすいと思います。うん、あ、おんちゃんのスカート黒持ってるから合わせたら絶対黒でも可愛いと思いますよ。絶対いいと思う。うん、ページ、こんな感じです。あ、春っぽいかもね。一気に雰囲気も変わる、ね、かわいいかわいい、うん、めちゃくちゃかわいい、はい、もぺちゃんのスカートにネイビー合わせてほしいって。はい、確かにです。お願いします。うん、あ、うん、全身調査にも嬉しいだけ感です。そうそうそう、そうなんです。アームホールぴったりめのコートだとは気もたつきそうですか。アームホールのぴったりめ具合にもよるんですけど、私の脇が一応ここです。脇ここでキュッとはなるかな。だからそんなめちゃくちゃ厚手じゃないというか、ここちょっと分かりにくいな、ここが分かりやすいか。これぐらいの分厚さです。ちょっと薄手に感じるかもしれないけど、画面で伝わってるかな、ちょっと起毛感あるんですよ。なので、あの、薄っていう印象はおそらく与えないかなとは思うんですけど、こんな感じの分厚さです。なので、レクラスの平均的な、うん、あのガンコートとかやったら多分大丈夫なんですけど、うん、あのね、ライダースとかオンセットもさ、うん、そうね、ライダースは多分もたつくね、うん、ですね、はい、ネイビー、かわいい、ネイビーもかわいい、まだ全然印象が変わる。へえ、ちょっと色どうしよう、うん、ネイビーもかわいいな、悩むよね、うん、悩む。ムペちゃんのスカートにベージュはワントーンすぎて合わないですか？あ、いや、でも私は好きよ。それこそバッグとかをなんかね、ブラウンとかにしたら、確かに、ちょっと着替えても、あ、ごめん、なんか全然大丈夫。あ、合わない、なんかちょっとなんか身ぐるみ剥がしてみたいな。あ、それとか、ちょっと合わせようかな。え、でも全然いけると思う。え、ワントーンで可愛くない？それこそ可愛い。ちょっとあのボタン開いちゃって雰囲気あれかもですが、私はワントーンで好きです。それでバッグを黒とかブラウンとか、靴をあの締め色、あ、ありがとう、うちがいい、ついしようかな、こんな感じで持ってきてもらったら全然ワントーンで可愛いと思います。私は好き、うん、ぜひおすすめです。あ、ネイビーに一歩一票、ネイビー迷うよ、本当に可愛い、うん、こんな感じでいけるそうかな。そうね、うん、ちょっと一旦締めますので、うん、あの1時まで読めるコメントできる限り読むので、ちょっとさらっとおさらいだけさせてください。はい、とおさらいをダッシュできます。1点目にご紹介しましたのが、田中明子さんコラボツイードジレヒンマシ6222のフリーサイズです。オイルブラック、エクリュ、アイボリー×ブラックの3色展開で、ようやく販売になっております。お値段4590円です。はいはい、そして今ご紹介しておりましたのがカーディガンですね、田中明子さんコラボボタンデザインカーディガン、ひばし6220です。パウダーベージュ、パープル、ネイビー、ブラックの4色展開、こちらもフリーサイズでお値段3390円です。はい、はい、そして先行販売についてちょっともっともう一度用意しようか。はい、では先行パン先行パン先行販売はこの後1時からあと3分後ですに始まります。で、先行販売はこのジレのみになります、はい、カーディガンは先行販売ではなくて一般販売のみなんですけど、はい、ジレのみこの後1時から先行販売で、ストーリーズとあとアプリプッシュからのみ会場に行っていただけるので、サイトではちょっとね、会場は行けないので、はい、ぜひストーリーズかアプリから飛んでいただけたらと思います、はい、何も決まってないのに13時半ちょっと59分には頑張って終わるようにしますね。多分ストーリーズを見れるんですけど、うんうん、見づらいかもしれない。そうね、一旦ね。なんでちょっと駆け足なんですが、ちょっとコメント全部読みます。はい、ありがとうございます。アプリプッシュっていうのはアプリの通知のこと。あ、そうですそうです。なんでもし分からへんっていう方だったら、ストーリーズ見ていただくのが確実だと思います。うん、カーディガン2人の推し教えてって。ネイビー。パープル。お兄ちゃん選んで、え、カーディガンですか？カーディガンはネイビー、ジレはエグリュです、うん、はい、あ、TikTok 見たよ、ありがとうございます、ね、TikTok 今毎日更新してるのでよかったら見てください、うん、赤ニットに黒地で合わせてほしい、ちょっとダッシュで合わせてください、 ありがとうございます、
ね。でも可愛いと思う黒ジレ。で、あ、黒のジレボーダー、ボーダー、黒ジレボーダー。あ、ちょっと後でなんかハンガーにかけてお見せしますね。うん。ボーダーあればいい。あればいい、あればいい。ありがとうありがとう。え、全然。あ、もうそれは。あ、いいや。あ、ガニがネビカブね。ネビおすすめ可愛いよ。と、なんだったっけ、黒ジレか。一瞬見て黒ジレ。黒ジレ。あ、これ。え、でも間違いないと思う。どうぞどうぞ。ちょっと多分前後逆やけど、ボーダー。いい感じで、はい、ほい、ほい、こんな感じです。私黒やんな。そう。はい、ほ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 い。めっちゃ可愛いんけど。可愛い。え、合う合う。え？可愛い。え、それ？多分一番好きかもしれん。うん、めっちゃ可愛い。そう、なんか白じゃないからさ、紅白にならへんのよ。確かに。かわいい。ほんでミックスのついたジレのミックス私が着てたな。え、つながったったったそういうの着ていい。いいよ。はい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 は